すごいんですよ。これ最初言ったやつか。燕三条背脂ラーメン。相変わらず見た目すごいですね。失敗ばっかりで結構落ち込んでる、まだ。そうなんですか。どうも、はい、平道の駅からのスーダンです。本日は新潟県の道の駅久上にやってきました。本日2022年7月1日にリニューアルオープンしたということで、しかも新駅長にいつもお世話になっている加藤駅長が就任されたということで、今回お邪魔させていただきました。なんかどえらい変貌を遂げております。皆さんも気になると思いますので、早速行ってみたいと思います。この道の駅ね、とにかくすごいんで、まず館内マップ見ていきましょう。OK。 目の前に見えるのが駅舎で、この中に直売所とか食堂があります。そして何より裏手がすごいんです。足湯があったり、バーベキュー、デイキャンプができたり、そして温泉まであるんですね。やば、入っていきなり見てくださいよ。トラック、トラックに夏の野菜がドン。パイナップルとかスイカ、トウモロコシ、夏っぽいのも結構ありますね。そう、さらに見てほしいのはこの札。んよく見て、よく見て。トウモロコシ680円、千葉県実りの里東金、千葉県の道の駅なんだけど、加藤駅長の人柄や人脈によっていろんな道の駅からの直送野菜や珍しい果物野菜とかが置いてあるわけなんですね。すごいな。いや、めちゃめちゃ変わったなここ。あ、そうなんや。新潟のものがたくさんあんな。おお、ネギそばとかね。ああ、これ新潟でも有名やもんね。ベイカとかね。あ、結構種類ありますね。柿の種のクランチチョコやってる。うまそう。新潟限定すごいな。あとはお酒とかですよね。ワンカップ多いね。見てください、これキリン山です。キリン山覚えてます？あと駅長から頂戴したお酒ですよ。あれね、はいはいはい、めちゃめちゃ美味しい。やっぱりね、新潟といったらお米ですよね。おお。何より陳列、袋、全部おしゃれじゃないですか。確かに米俵あるやん。びっくりだよね。置き方確かにすごいね。おしゃれ、こだわってますよね。このコーナーすごくない？そうなんですよ。すげえやん、スーザン。キャンプ用品めっちゃあるやんけ。すごいでしょう。懐かしのクッカーですよ。車中泊で使ったやつな。うん。燕市はね、キャンプ用品めちゃめちゃ有名なのでね、こういう風にいろんなね、企業さんの質の高いキャンプ用品揃ってるんですよ。はいはいはい。おお。あ、なんか。キャンプやってますよ。ワンちゃんいるしね。こんな感じでやんのか、すごいね。続いてはお食事のお時間でございます。ここの食堂3店舗ございます。まず1つ目、燕市ということで、燕三条ラーメン純さんです。ここの店主松本純一っていう人です。惜しい。惜しいね。燕三条ラーメン僕らも食ったことあるんですけども、結構インパクトありますよ。2店舗目、ピーカンハイボール&BBQキャンプ飯さんです。キャンプ用品とかありましたからね、うん、ということでキャンプ飯がここで食べれるんですよ。これ僕食べたかったんですけど、来週からやるそうです。あ、そう。まあまあそういうことあるよね。残念。肉と向き合いたかったんですけど、ジム、これは肉と向き合う。3つ目、はい、蕎麦、うどん、久上食堂さんです。蕎麦、うどん、カレー、新潟名物タレカツ丼。まあ一通り揃ってますね。その中でまず僕が頼んだのはこちらでございます。久上食堂さんの新潟タレカツ丼でございます。僕ね、新潟タレカツ丼カツ屋でしか食べたことなかったです。カツ屋ではあるんだね。カツ丼マニアですからね。まあカツ丼食わなきゃと思ったんでね。続いて、はい、岩のり君じゃね、ひじき君、いわす、燕三条背脂ラーメン三元豚肉中華煮卵トッピング。やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。これは相変わらず見た目すごいですね。いただきます。カツ屋以来っすよ。小判型なんですね。美味しい。衣のパン粉がちょっと
わかるかな、小刻みなんですよ。とんかつって結構さ、衣大きかったりするの。これね、小刻みでサクサクでもありながらパリパリ感もある。タレがめっちゃ染み込んで濃すぎないけど、ご飯がめっちゃ欲しくなる。すごいじゃん。米をめっちゃ求めちゃう。まだやってないけど、新潟の米だから、この新潟の米を炊き込んでやろうかと思う。うわ、計算し尽くされてんな。わんぱくだな。すごいな。ご飯粒ついてるもんな、指先に。それほど指が求めてる。うまそうな、まずこの麺が。たまらぬ美味しそう。いただきます。太いな。うまっ。びっくりした、美味しい。すごいもちもちしてる麺が。前食べた時もっと麺がね、ほんと柔らかかったんですよ。スープがすごい染み込んでて美味しい。このなんかうどんに近い感じだったよね。うん、そりゃないよ。美味しい。半人受けされるようにこうスタンダードな醤油、爽やかな醤油スープに煮干し、背脂の良いジャンキー感があってすごい美味しいです。俺が前食べた印象やったら、肉うどんの汁に近い味だった気がする。参りました。高田ラーメンのようなチャーシューなんですよ。程よく脂身も乗ってて、このスープがね、麺にも合うし、もちろんチャーシューにも合うっていうね。大絶賛じゃないですか。最近ね、思うんですよ、道の駅のラーメン進化しすぎです。道の駅の裏当てに来たんですけど、ここがとにかくすごいんですよ。これ最初言ったやつか。テラス席めっちゃおしゃれじゃないですか。やりすぎ。向こうにさ、出店3つぐらいあって、ソフトクリーム屋さんあったから買ってきた桃太郎ソフトクリーム。新潟で有名な桃太郎アイスっていうのがあるらしい。それをなんかソフトクリームにしたやつらしい。名前は桃太郎やけど、いちごの味らしい。これ以上ない桃色だけどね。ねえ、いちごやわ。なんかいいな、普通にパラソルあるとか涼めるし。別に暑さ慣れてるからここ全然いいんやけど。でも逆にいいかもね、こう太陽の光浴びながら食べるアイスってのも。ちょっと見てください、これ。どうした。手ぶらでバーベキューできるんですよ。めっちゃすごくない？夜もライトアップされて、確かにめちゃめちゃ楽しいバーベキューが手ぶらでできちゃうんですね。おしゃれやし、いいね。足湯もあるっつったからな。あんま入んないけど、足湯いいな。足湯いいね。あー、気持ちいい？冷たい。気持ちいい。夏はいいね、これ。夏だからか、これは。あ、最後こちらですね。デイキャンプですよ、デイキャンプ。キャンプ場か。ここも手ぶらでキャンプができちゃうんです。もうここね、これ使っちゃっていいんですよ。俺こんな感じだったら結構いいかもしれん、ね。こういう風にね、ローチェアに座って、はいはいはい、ほら、見て。直売所に売っていたものたちがここで使えるんですよ。これいいな。というわけで今回一駅鏡に新しく就任しました加藤駅長です。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。スーザンはさ、以前リニューアル前道の駅鏡来たことあるって言ってたけど、全然違ったんですよ。変わりすぎて俺がびっくりしてる。全然違うと思います。中でもなんかこだわったみたいなとこあります？全体監修は正直私っていうよりしっかりした会社が、飲食店をやってる会社さんが運営してるので、そのセンスでやってる感じで、このレベル感に私も結構ついていく。そうなんですね。失敗ばっかりで結構落ち込んでる、まだ。そうなんですか。俺とスーザンではもうさすが加藤行きとってもずっと言ってましたけど、ほんと今朝まで準備が終わってなくて、3ヶ月もあったのに、ほんとまだまだなと思いました。こういう立場で言うのもあれですけども、今まで行った中で普通に一番です。マジか。いや、本当にマニアと地元の人たちの都合を抑えすぎているというか、ここまで知り尽くしてるんだっていうぐらい
びっくり、驚愕で今ちょっと褒められたら泣きそう泣きそうだったんだよ。でもキャンプは流行りほんと取り入れてて、デイキャンプのとこ紹介しかしてないんですけど、今度はキャンプやらせてください。そうよ、ぜひやってください、はいはい、ありがとうございます。でその時にまたよろしくお願いします。お願いします。はい、道の駅スタンプラリーのコーナー、本日は道の駅久上さんですね。寄せてください。絡みじゃないよ、久上だよ。だけどスタンプそのコーナーむずいな。ちょっと新しいパターンのロゴが多いよ。ロゴが見当たらなかった。あったのかもしれんけど、まあ、確かに目に入るところにはなかった。印象何が残ったかっていうと、直売でもそうやったし、食堂もそうやったし、裏でもそうやったけど、キャンプ系じゃないっていう、人もいてキャンプしてる感じなのかなっていう、そういうパターンで予想したいと思います。では皆さん、本日のスタンプをそろっと見せるよ。金食器、金食器、ラーメン、です。